生態学の祖、エルンスト・ヘッケル生態学は、生物と環境の間の相互作用を扱う学問分野である。生物は環境に影響を与え、環境は生物に影響を与える。生態学研究の主要な関心は、生物個体の分布や数にそしてこれらがいかに環境に影響されるかにある。ここでの、環境とは、気候や地質など非生物的な環境と、 生物的環境を含んでいる。なお、生物群の名前をつけての生態という場合、その生物に関する生態学的特徴を意味する場合もあるが、単に生きた姿の意味で使われる場合もある。非常に頻繁になされる定義、特に人類生態学で用いられる定義では、以下の三角関係についての研究が生態学とされている。エコロジーという語は、 誰がその後を用いているかによって意味するところが異なる。多くの科学者にとってエコロジーは基本的な生物科学に属しており、生物個体やそれ以上の生物の集団及びその環境を研究対象とする。例えば、いわゆる生物濃縮の現象は生態学の理論によってのみ説明が可能な現象である。科学者でない多くの人にとって、 エコロジーは科学の一分野ではなく、何よりもまず人間及びその活動から自然と環境を保護することであるが、これは人間対自然という二項対立の検知によるものである。必ずしも一般的ではないが、生態学を科学としての生物学以上のものとする見方もある。その考えによると、生態学とは自分たち以外の生物と調和して存在し、また、 我々を取り巻く他の生物群を単なるものとして利用すべきではなく、むしろより大きな一貫したシステムに属するそれぞれの要因と捉え、一つの組織であると考えるある種の世界観である。古代イギリシャのアリストテレスの動物に関する研究や、テオプラストスの植物、植物群落についての研究に始まり、ローマのダイプリニウスの自然史などを経て、ロバート・ボイルの呼吸についての研究、 ルネレオミュールの昆虫の生活史や社会生活に関する研究、さらにリンネの分類学や地理学的研究、ビュフォンの自然史と環境と生物の関係についての研究を生態学の前史にありは位置づけた。英語のエコロジーは1866年にドイツのダーウィン主義生物学者エルンスト・ヘッケルにより作られた。ギリシア語のカッパと ラムダガンマとを組み合わせたものである。アレクサンダー・フォン・フンボルトを18世紀から19世紀初頭にかけてフランスやイギリスといった大きな開示力を持つ国々は他国との海洋商業確立、新しい自然資源の発見と目録作成を目的に多くの遠征に出版した。18世紀初頭に知られていた植物種はおよそ2000種であったが19世紀初頭に なるとその数は4000種に増え、現在では40万種に達している。これらの遠征には多くの科学者が参加し、中には植物学者も含まれていた。ドイツの探検家、アレクサンダー・フォン・フンボルトもその一人であり、エメボンプランと組んで1799年から1804年にかけていったスペイン領アメリカの探検によって知られる。フンボルトは生物。 環境間の関係に初めて着目したという点からしばしば生態学の真の父と考えられている。彼は観察された植物種と気候、緯度、経度を用いて記述された植生区分との間に関連があることを明らかにした。このような領域は現在では植物地理学として知られている。年に出版されたイデア a Plant Geography は フンボルトの代表著作の一つとされる。また、彼は同時に動物の垂直分布をも明らかにした。他の重要な植物学者としては、オイゲン・ワルミングなどがいる。1850年頃、チャールズ・ダーウィンの種の起源出版に伴う革新が起こった。また、ダーウィンは、生物個体観や主観、環境との関係を重視して、その仕組みに基づいて、 進化論を主張したが、その内容は生態学的と言って良いものである。また、こうした進化論は生態学の進歩に対し、一般に大きな影響を与えたとみなされている。生態学は反復のある機械的なモデルを生物学的、有機的な、そしてそれゆえに進化的なモデルへと受け渡した。同じ時代に、ダーウィンの競合者であったアルフレッド・ラッセル・ウォーレスは、 初めて動物種の地理について提案をした。当時の何人かの科学者は種は互いに独立したものではないということを認識し、生物を植物、動物、あとには生物群集に分類した。この生物群集という語は1877年にカール・アウグスト・メビウスによって作られたものである。生物地球科学的循環という考え方は、 1789年にラボアジエが水循環を認識したことに始まるとされ、テオドールド・ソシュールの研究によって進展した。一方、窒素循環については19世紀中盤から研究が進められていった。地球の大気圏、水圏、岩石圏の中で生物が発展しているという事実から、1875年オーストリアの地理学者、エドアルト・ジュースは生命が生息する。 地球表面の場所という概念を表す用語として、生物圏を提案した。1926年、フランスに亡命した、ロシアの地質学者、ウラジミール・ベルナドスキーは、著書、生物圏の中で、生態学を、生物圏の科学と再定義した。同書では、生物地球科学的循環の基本原理が、述べられており、生物圏を、生物、非生物の作用を含めた、 循環系として記述した。史上初めて報告された生態学的な損傷は18世紀における植民地の増加による森林破壊である。この森林破壊は学者によって警告され、いくつかの植民地では保護林が設定されるとともに森林保護が法制化された。産業革命に伴い19世紀に入ってからは人間の活動が 環境に与える影響について差し迫った関心が寄せられた。また、景観保護や動物愛護などの考え方とも結びついて、19世紀にはヨーロッパやアメリカにおいて自然保護の考え方が広まり始めた。生態学者という用語は19世紀の終わりから使われ始めた。19世紀を超え、生物地理学の基礎となるべく植物地理学と 動物地理学が結びついた。種の生息地、生育地を扱う、生物地理学は、しばしば生態学と混同される。生物地理学は、ある種が特定の生息地、生育地になぜ存在するか、その理由を説明する試みである。1935年、イギリスの生態学者、アーサー・タンズリーは、生物群衆と生息空間との間に成り立つ。 相互作用の系を生態系と名付けたという説もある。こうして生態学は生態系の科学になったのである。第二次世界大戦後、地球上での人間の役割と立場に関する人間生態学の一分野では、核エネルギーや工業化、人口の社会的意義、工業国による天然資源の乱用、第三世界の国々で起こっている指数関数的な 人口増加などの新しい課題に取り組んでいる。ジェームズ・ラブロックが彼の著作、ザース・イズ・アライブの中で提唱したガイアという世界観は地球を一つの巨大な生物に例えている。議論になるところではあるが、このガイア仮説は一般人の生態学への興味を増加させた。母なる大地であるガヤが人間と人間の活動のせいで病気になりつつあると捉える者も,もいた。 科学的視点では、この仮説は、生物圏と多様性を世界規模の観点から捉える、新しい生態学と辻褄が合っている。人類生態学は、シカゴにおける、植生繊維変化の研究を通して1920年代に、始まり、1970年代に一つの、研究分野として確立した。人類生態学では、地球上に広く生息する人間も主要な、 生態学的な要因であるという認識に注目した。生息地の開発、集約的な漁業、あるいは農業、工業活動を通じて人類は大きく、環境に手を加えるからである。人類生態学は人類学者、建築家、生物学者、人工統計学者、生態学者、人間工学研究者、民族学者、都市計画研究者、 医師といった研究者が参画する分野として始まった。人類生態学は生態学の主流であり、人間、その組織的な活動、人間を取り巻く環境についての研究を行う。これをヒューマンエコロジーやエコロジカルアンソロポロジー等という、学問的研究と環境保護運動の過程における相互関係や新宗教的なエゾペリック派によって思想、 宗教、世界観に環境保全的な価値観が存在し、自然と人間との関係が深く影響されていると仮定する環境保全主義的イデオロギーが近年の一般的な議論で目立ち始めている。この派閥は特に欧米の文化人類学者によって批判されてきたが、その理由として仏教徒がもともと自然保護派であり、キリスト教は単に世界征服を目指したモノテーズムである。 党といった単純な理論だけが、環境から価値へ議論テーマをそらしてしまうようであり、民族主義的な対立を引き起こす可能性が含まれているからである。仮にインバイレイマンティリザムの提言する宗教基盤の価値観が人間と自然の関係を左右するとしたら、日本特有である自然界を対象とする神道は、環境保全に効果があるはずであるが、現実は違う。 環境保全主義的イデオロギーのパラダイムと呼ばれている派閥には多数の流れがあり、中には環境保全的アジアニズムといったナショナリストや欧米人であり、欧米社会環境で社会化した人が反欧米的価値観を主張するといった複雑な面もあり、インバイレンマンティリザム研究という新たな分野が注目されている。生態学における知見は上記の 内心面的なものに限らず、個人や集団の諸外部への関係へも発展した。その中で、例えば政策や都市経営に適応しようとする政治生態学が1920年代から研究されたが、この場合の政治は社会と経済も含まれている意味合いがある。なお、ロイラ・パポートをはじめとする人間と生態系の関わりに見られる、 細かな関数的な相互影響のシステム論と解釈する学派も存在する。後者は自然科学と文化研究の結合として発展していったが、メカニックな生態系解釈は批判の対象にもなっている。生態学は生物学の一分野である。生態学で扱う対象は、生物体、個体群、群衆、生態系や生物圏などである。生態学では、 生物とそれを取り巻く環境間の相互の関係に焦点を当てた研究を行う。そのため、地質学、生科学、地理学、土壌学、物理学、気象学などの他の学問分野とも関連を持ち、総合的な学問とされる。いかに生態学における諸分野をスケールの小さなものから大きいものの順に列挙する。現代の生態学者にとっては、 といった、いくつかのレベルで研究がなされうる。個体レベルで生態学的な視点といえば、古くは生理生態学的なアプローチということになろう。例えばある種の海岸生物の分布域を個体の耐炎性と関連づけるといったものである。近年では、行動生態学の進歩によって、行動や生活史の上での特徴までもが個体を単位に考える必要が示されている。 個体群レベルでは、対象は個々の生物の種、あるいはその一部である。ただしその個体を取り上げ、研究室内で、その機能と構造を調べるのではなく、その生物が生存している場において、様々な特性について考える。当然ながら、対象とする地域は狭く、その生物の活動権が一つのまとまりである。 生物圏レベルの視点に立った場合、地球は水圏、岩石圏、大気圏といった構成要素からなっている。大気圏の外側に磁気圏を置き、水圏と大気圏を流体圏として統合することもある。時に第四の要素として扱われる、生物圏は惑星上で生命が発展できる部分である。生物圏から人間活動部分を分け、人間圏とすることもある。 生物の大多数はマイナス100プラス100メートルの間に位置する区間に生息しているが、生物圏は深さ1万1000メートル、海抜1万5000メートルまでの非常に薄い表層である。生命の起源はおよそ40億年前であると考えられている。生命は当初深海の熱水噴出口や海水内など嫌気的な環境で発生し繁栄したが、27億年。 前に光合成能力を持つシアノバクテリアが誕生し繁栄していくことで地球環境が大きく変化した。シアノバクテリアが放出する酸素の増大に従い、まず大気圏内の二酸化炭素やメタンが消費され、温室効果が消失して24億年前にはヒューロニアン氷期と呼ばれる最初の全球凍結期に突入した。億年前にこの氷は結するが、 この時期には海中でも鉄の酸化が活発となり、島上鉄交渉が盛んに生成された。19億年前にこの酸化も終わると大気中の酸素分圧が目立って増加し、窒素と酸素からなる現在の地球の大気となっていった。生物圏の活動が大気圏や水圏に及ぼした最も大きな影響のうちの一つである。この変化は 生物圏内にも巨大な影響を与え、それまでの嫌気性生物は海中深くなど特殊な環境を除いて大量に絶滅し、代わって酸素を必要とする生物が主流となった。この変化は生物の複雑化につながり、19億年前には真核生物が登場し、やがて多細胞生物が現れた。酸素分圧の上昇は紫外線から生物を守る。 保存層の上空への移動と拡大をもたらし、生物の陸上への進出と発展をもたらした。地上の生物の多様性は、大陸が分離、衝突することによって増大したと考えられている。大陸移動によって取り残された地界には、大陸で絶滅した古い種が残存しやすく、さらに古島では、新しい種の侵入も少ないことから、固有種が多く存在する場合がある。 アメリカ合衆国アリゾナ州に建設された密閉型人工生態系研究施設バイオスフィアにの外観生物圏と生物多様性は地球の特徴として不可分なものである。生物圏は生物が存在する領域として定義されるが生物多様性はその多様さを指す概念である。例えるなら生物圏が入れ物であるならば 多様性はその内容物の状態を表している。多様性は生態系レベル、個体群レベル、主観レベルといった異なる枠組みで捉えることができる。生物圏は炭素、窒素、酸素といった多くの生物にとって必要な元素を非常に多量に含む。リン、イオウ、カルシウムなどのその他の元素も生物には不可欠である。生態系、生物圏レベルでは これらの要素は、無機、有機の状態間で変化しながら、常に循環している。生態系が機能するための主要なエネルギー源は、太陽光である。植物は、光合成により、光を化学エネルギーに変換する。この過程で糖が生成され、生態系を動かす、第二のエネルギー源となる。糖のうちいくつかは、エネルギー源として、他の生物に利用され、 その他の糖もアミノ酸などの高分子を形成する材料となる。動物中立ちを行う植物の場合、糖から蜜を作り倉庫な者を誘うことで繁殖を可能にしている。細胞呼吸は、哺乳類などの生物が糖を二酸化炭素や水に変換しエネルギーを得る過程である。他の生物の呼吸活動に対する植物の光、合成活動の割合は、 大気中の成分構成を決定する。気流は大気を攪拌することで、生物活動が濃密な地域と、気迫な地域との間での大気バランスを保つ役割を持つ。極地方の寒気と、赤道地方の暖気は、低緯度帯のハドレー循環、中緯度帯のフェレル循環、高緯度帯の極循環の3つの空気循環からなる。 いわゆる大気大循環によって攪拌されており、熱の不均衡を緩和する役割を持っている。水も、また水圏、岩石圏、大気圏、生物圏の間で、やりとりされる存在である。海洋は水を蓄えた巨大なタンクであり、熱的、気候的安定性を受けようとともに、海流によって、化学物質の輸送も担っている。深海では、 熱炎循環と呼ばれる長期的な海水の大循環が起こっており、熱や物質の均一化をもたらしている。生物圏がどのように働いているか、また人間の活動によって生じる機能不全をより深く理解することを目的とし、アメリカのアリゾナ州にバイオソフィアにと呼ばれる密閉型人工生態系が1991年に建設され、 同年から2年間を1サイクルとして長期実験が行われる予定だった。しかしこの実験は酸素分量の低下などの様々な問題によって最初の2年間の実験のみで打ち切られた。1994年にも短期実験が行われたものの打ち切られ、この実験は失敗に終わった。 生態学の第一の原理は、各々の生物は、それを取り巻く環境を作り上げる他のあらゆる要素との間に、進行的、継続的な関係を持つということである。生態系とは、生物、環境間の相互作用の存在するあらゆる状況として定義することができる。生態系は、生物とその生物が存在するための媒体という、二つの構成要素からなる。 生態系内では、種は食物連鎖において互いに関係し依存し合っている。また、生物同士や環境との間でエネルギーと物質をやり取りする。生態系という概念は様々なスケールの単位一つの池、一つの草地、あるいは一個の木片といったに適用できる。微小な生態系の単位としてマイケロコシストムという言葉が使われる。例として、 1>, 1個の石とその下に存在するすべての生物との関係を考えることができる。同様に、ミザコシストムは森林、マクロコシストムはすべての生態地域というように使い分けられる。生態系はしばしば以下のような関連する生息空間に基づいて分類される。生息空間は地質、地理、気候といった非生物的な環境要因によってその範囲が規定される。 非生物的な環境要因としては以下のものが挙げられる。ただし、このような非生物的要因に生物が全く関与できないかといえば、そうではない。一般の見方としては、気候的要因などは、緯度や標高などによって決定されるものと思われるが、そのようなものであっても、生物の存在によってある程度の変化は生じる。例えば、 過度の伐採によって砂漠化している地域があるとする。一度砂漠化すると回復は難しいが、それではなぜ以前には樹木があったのかという疑問が生じる。これは樹木が過度の攪乱を受けなければ砂漠にならなかった、つまり砂漠の気候になるのを植物が止めていたことを意味する。一般的に植物がよく生育していた環境を過度の攪乱によって拉致化した場合、 気温の変動幅が大きくなり、乾燥化する傾向がある。このように、非生物要因によって、生物群衆が影響を受けることを作用。逆に、生物群衆が非生物要因に影響を与えることを、反作用という。生態系は、環境の変化によって、大きな損害を受けることがあるが、ある程度の接道や格乱であれば、回復力によって、徐々に現状に近い状態へと回復する。 こうした様子は二次繊維と呼ばれ、繊維が頂点に達すると極層と呼ばれる安定した状態となる。しかしながら、ある一定の限度を超えると生態系が大きく、損なわれ、現状回復が困難となる。過去においては、地球規模の環境変化によって、大規模な生態学的危機が起こり、幾度か生物の大量絶滅が発生している。これまでの大量絶滅は、 大陸移動による気候の寒冷化や温室効果の消失、巨大隕石の衝突といった自然現象によるものだったが、人類がその活動を活発化させるに伴い生態系の破壊が進み、人類活動によって大量絶滅危機が引き起こされている。こうした影響を最小限にとどめるため、持続可能性に基づく持続可能な開発の概念が提唱されている。 1986年、チェルノブイリ原子力発電所で発生したベルトダウン事故では、放射線への大量被曝の影響を受け、多くの人々と動物ががんによって死亡し、多数の危険が発生したと報告されている。現場周辺の土地は、事故により生じた多量の放射性物質のため、現在では放棄されている。2012年6月6日、地球の生態系は、 気候変動、人口増加、環境破壊の要因により、今後数世代で崩壊し、その転換運転が、今世紀中に訪れるという報告が、ネイチャーに発表された。しかし、持続不可能な成長パターン、資源の消耗などを止めることで回避することは、可能としている。政治的生態学とは、政治的、経済的、社会的要因が、 どのように環境に影響を与えているかを研究する領域である。近年の環境悪化の結果として、エコロジー運動の機運が高まっているが、政治、イデオロギーと科学としての生態学の基本的な違いを理解することは重要である。ありがとうございます。